京都の街歩く、うん、はんなりと歩く京都気をつけて馬の助豆は繊細なんだよ、うん、お願いしますいいやいいやおいここは京都の烏丸駅です。モザイクです。今からどこに行くんですか、のすけくん。XPG 京都港。京都港行きたいと思います。じゃあ、僕知ってるんで案内していきたいと思います。お願いします。レッツゴー。名物があるんですよ。何ですか？京都港名物。何でしょう？廊下が長い。廊下が多分全国の XPG の中で一番長い。どれくらい長いですか？でもね、京都銀行くらい長い。京都銀行。京都にちなんでね。いやでもいいっすわ、なんか帰ってきた感がめちゃくちゃある。たくみくんはここどこ？もちろん京都です。京都の街歩く、うん、はんなりと歩く京都きわっ。ウッスンウッスン到着しました。 EXPG 京都港。あれ、葵どうしたん？あ、葵完全寝てました。え、電車を、すいません、ね、気づいたらみんないなかったです。ということで、さっき翔くん、僕なんて言ってました？京都の名物、京都の名物が、はい、すごく廊下が長いと思う。おいおい、そんな、廊下が長いってもこの俺も相当知ってるよ。相当知ってる。じゃあちょっと見ていきますか。うん、なんだ、うん、この動画も長いね。知らん知らん、勝てるかな。言うなそんな、そんな言うてる。完全に名物でしょ。これ全然見ていいから、これ全然見ていいから、どこまでって。クズクズ、ダメダメダメ。じゃあどこまで行って、歩いてみてください。まだ行けるの？あれ、なんかおる。新感覚ソリューション。おはようございます。ちょっと皆さんに会えるということで、10人でちょっと会いに来ました。はい。で、ザステのリハでしたね。最近みたいな。見させてもらいましょうか。京都港の力見させてもらいましょうか。ほな、ほな、見させてもらいましょうか。かんなり見させていただきます。頑張って、
元気出たね、嬉しかった。いいですね。頑張ってください。頑張ってください。何歳からいるの？そうですね、僕小6の頃に特待生オーディションを受けて入って、うん、まあ1年間だけだったんですけど、うん、本当にもう京都校の HBG 入ったからも今からというか、うん、だからすごく思い入れ深いスタジオだったり、ずっとレッスンでちゃんと入って、うん、めちゃくちゃ、ほんまにこんなんでした？え、面識があったの？ありました、ありました。イベントでしょ？もうずっと、こんなんだったんが、青いボーイってみんな呼んでたんですよ、京都校。青い青い青い。たけくん、もうやっぱ僕キッズだったら小6って、うん、お兄ちゃんって感じでしょ。ダンス大好きっていうイメージだった。確かに、ね、一生踊ってるみたいな、一生踊ってた。だから上手いなと思ってすごい見てました。憧れだ。憧れですね。憧れが今じゃ。やーっすね。やーっ、これがいいとこ。DG の。そう、本当にそう。マジ感慨深いっすもん。こうやって生徒の頃から、まあ、僕とかやったら開校当時からいたんで、で、まあ、中1の頃に入って、で、こう今、ね、5年間ずっと入ってて、で、まあ、DD ワークして協力してて、で、今となってはアーティストとなって、帰ってくる。あの、グランドシューダウンって言って、全国の EXPG がバトルする、うん、ね、あったんですけど、賞金、はい、そこで、惜しくも京都校に負けて、そう言われたのを見て思い出しました。あの時ね、あれが出てたんですよ。葵と出てたんですよ。出てたか、出てたか。そうなんや。そう、ジェッティ踊りたい。おー、やばいやん。ここでいいですね。